県の神戸市にいます。神戸ですね。で神戸のベイエリアですね、港、神戸の港の周辺にいます。港町として有名なこの神戸ですけどね、まあ、1995年で平成7年、阪神淡路大震災、起こって大変な被害になってしまったところですけどね、まあ、それから、17年ですね。考えたらそろそろですね、阪神大震災も17年ですね。でそこから復興を遂げました。ただ昨年日本は、東日本大震災ですね、なった時に、もう多くの方が被害に遭ってしまったりですね、大変なことになってしまっているんですけどね、まあ、早期の復興を、願っています。で今いるところが港周りでポートタワーですね。ポートタワーがこちらにこれも結構歴史があるんですけどね、震災で、まあ、あまり被害を受けなかった、ね、ちゃんと頑丈で作られてますポートタワーですね。で、こちらメリケンパーク公園になってるのでね、公園散策しながらって感じです。まあ、昨日成人の日、1月の9日、成人の日で、今日はその翌日ということで平日なんですけど、あまり人がいないです。すごくね、土日はやっぱり混んでます、祝日も。で平日に関しては割と空いてるんで、まあ、空いてる平日、もし来れるだったら平日来るといいかもしれないですね。のんびりとできます。でこんな感じです。でこっちがね、神戸の海洋博物館川崎ワールド、今日残念ながら閉まっ入ろうと思ったら閉まってました。なぜかというと昨日が、成人の日で祝日、祝日の翌日、月曜日が祝日だったんでね、祝日の月曜日の場合は翌日が休み。